バラと暮らそう、バラを感じよう。5月はバラが咲き誇るシーズン。毎年多くの人が訪れる福山バラ祭りと、3年ぶりの開催になるバラの街福山国際音楽祭の見どころを紹介します。第55回福山バラ祭り2022、5月14日と15日の2日間にわたって福山バラ祭り2022が開催されます。お笑い芸人やアーティストが登場するバラのステージでは、ハンヤ、金田さとしさんやロバート、山本博史さんによる歴史好き芸人ユニットロクモンジャーや、広島市を拠点に活動するアーティストヒッピーをゲストに迎え、バラ祭りを盛り上げます。またモデル庭園を中心にバラ、花苗の販売などを行うバラ祭りガーデニングフェアや、公募による認定バラグッズなどを販売するバラグッズミュージアムなど、バラを感じるイベントのほか、西日本最大級の大道芸フェスティバルである福山大道芸、小学4年生が未来の自分に手紙を送る2分の1成人式ドリームレターなど、家族で楽しめるイベントも盛りだくさん。会場でのリアル開催は3年ぶりです。たくさんの方のご来場をお待ちしております。バラの街福山国際音楽祭2022、世界で活躍する国内外のアーティストの演奏を気軽に楽しんでもらうために始まったバラの街福山国際音楽祭が5月18日から22日の5日間にわたって開催されます。1986年にチャイコフスキー国際コンクールで優勝して以来、国際的な演奏活動を繰り広げているピアニストバリー・ダグラスや、国内外から注目される若手バイオリニスト郷古素直、世界的なチェリスト鈴木秀美が音楽監督を務める神戸市室内管弦楽団など、総勢297人の音楽家が登場します。音楽祭の開催は3年ぶりです。素敵な音楽との出会いを楽しんでください。詳しくは電子版広報に掲載しています。広報福山で検索。